ご紹介しましょう。まずチャンピオンです。 IBF 世界ウェルター級チャンピオンのフェリックス・トリニダードです。プエルトリコクッペイ出身の25歳です。元トップアーマーの父親に9歳の時から基礎を叩き込まれたという彼は90年17歳の時にプロデビューしています。93年にモーリス・ブロッカーを2回衝撃的なノックアウトに下しまして、若干20歳で世界タイトルを取りました。94年にはプエルトリコ出身の先輩チャンピオンヘクター・カマチョに12回判定勝ちして挑戦を退けています。これまでこのタイトル11度の防衛記録を持ち、カマチョ戦以外は全て KO 勝ちしています。ウェルター級にクラスを下げた今回、どんな試合を見せてくれるんでしょうか。戦績は32戦全勝、32勝のうち28の KO 勝ちがあります。一方挑戦者はランキング2位のマヘンギ・ズル。アフリカはザイール・キンシャサ出身の32歳です。イタリアに拠点を移しまして90年ナビル・テニューネに2回 KO 勝ちしプロデビュー。96年には日本で竹原慎二と戦った経験を持つニコ・トリリに12回判定勝ちし、 IBF インターコンチネンタルウェルター級タイトルを獲得しています。今回が初の世界戦となります。戦績は20戦17勝2敗1引き分け、17勝のうち7つの KO 勝ちがあります。はい、トリニダード地元で挑戦者を迎え撃ちます。小泉さん、一つ確認しておきたいんですけれども、トリニダードはジュニアミドル1回前の試合で上げましたよね。あの路線はどうなってしまったんでしょうか。まあ、トレイ・ウォーターズをですね、1ラウンド KO して、はい、でこれは挑戦者決定戦だったわけです、でテリー・ノルスへの挑戦者決定。なるほど。ところがテリー・ノルスがですね、そのキース・ムリングスに敗れたためにですね、これがもう全部ご破産だったんです。それで IBF のウェルター級にまだとどまって、そして次のこの防衛戦をするわけですね。なるほどね。はい、ということでちょっとしたこう路線変更が、ね、あったわけですね。はい、さあ、はい、ご覧いただきましょうか。先ほどと同じです。4月3日プエルトリコのバヤモンにありますルーベン・ロドリゲス・コロシアムで行われました一戦です。どうぞ。And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, ahora, damas y caballeros, presente público y aficionados al box del todo el mundo, it's showtime! With the IBF welterweight championship of the world, 12 rounds of boxing, introducing first our referee in charge, working in this his 18th world title bout, el referee. Presentando en la esquina azul, al retador usando calzoncillo blanco con franja roja, introducing first the challenger. On my right, fighting out of the blue corner, wearing white trunks with red trim, and hailing from Kinshasa, Zaire. Tiene un peso de 147 libras. His weight, the welterweight limit, 147 pounds. Con un récord de 17 victorias, 2 derrotas y un empate. Tiene 7 ganadas por knockout. His record stands at 17 wins, 2 losses and 1 draw, with 7 wins coming by way of knockout. He is ranked the number 2 contender by the IBF. Here is the IBF Intercontinental Welterweight Champion. Aquí está el retador, clasificado número 2, peso welter, introducing the challenger, Mahengi Zulu. ランキング2位の挑戦者です。ザイールのマヘンギ・ズル。Campeón en la esquina roja con calzoncillo blanco. Introducing his opponent, needing no introduction to you, his fans, fighting out of the red corner, wearing white trunks with the colors of the Puerto Rican flag, y representando Cupe Alto, Puerto Rico. Pesando 147 libras, his weight, the same as his opponent, 147 pounds. Tiene un sobresaliente récord de 32 victorias, sin derrota, con 28 de ellos por knockout. His record includes an unblemished 32 wins, no losses,
28 wins coming by way of knockout. Please welcome one of boxing's pound for pound greats, the IBF welterweight champion of the world. Aquí tenemos el campeón del mundo peso welter. Demos la bienvenida al sensacional e invicto Félix Tito Trinidad. 久しぶりの地元での試合です。フェリックス・トリニダード、 IBF 世界ウェルター級のタイトルマッチです。12度目の防衛戦になります。フェニックス・トリニダード、まだ幕はありません。さあ浜さん、はい、ワンポイントどこに注目されますか。なんといってもトリニダードの爆発力ですね、それ見たいところですね。フェリックス・トリニダードは身長が180センチあります。一方のズルは177センチ、リーチはトリニダード177センチで、一方のズルは172センチです。両者のウエイトは147パウンドちょうどであります。そして先ほどと同じ統一ルールです。スリーナックダウンルールの適用はありませんね、はい、でスタンディングカウントありません。レフリーだけがストップできます、はい、そしてラストラウンドもですね、そのカウンター続行、はい、のタイトルマッチ、まもなくゴンが打ち鳴らされます。祖国での防衛戦はこのトリニダード93年8月のルイス・ガルシア戦以来になります。さあ試合が始まりました。まず左を打っていきました。マヘンギズル、ランキング2位です。このズルは8ヶ月ぶりの試合になります。イタリアを拠点としますザイール人です。ザイールはあのボクシングにおいては最も名高い地名、ザイールのキンシャサです。まあ、モハメダリ、ジョージ・フォアマン戦が行われた場所ですよね、まあ、ザイールから の、はい、その挑戦者がですね、世界タイトルに挑戦するというのは珍しいですよね。そうですね。ティート、ティートというニックネームで叫ばれています。フェリックス・トリニダード、チャンピオン。まだ両者ともお互いに左回りしているばかりです。お互いにフェイント掛け合います。右を打ってきました。弾かれました。ていきます。浜田さん、まだチャンピオン、はい、パンチは出しませんね。ブロックですね。まあ、だいたい前半でノックアウト多いんですよね、トリニダード。1ラウンド目は結構見てるんですね、はい、2ラウンド目から打ち始める状態が普通ですね。12度の防衛戦、ほとんどがノックアウト、あるいは TKO で勝ちを収めています、フェリックス・トリニダード。まあ、その中でも1ラウンドというのはないかもしれないですよね、はい、ほとんど見てますね、1ラウンド。まあ、この圧倒的な強打の反面、打たれ物差も秘めておりますこのフェリックス・トリニダード。まあ、打たれ脆いんですけど、一発なんですよね、倒れる場合が。だから我慢して、立てないぐらいまで 打ち続けられるということはないんですね、はい、ダメージは残してないんですね。1ラウンドで終わったというのは防衛戦のうちでは初防衛戦のルイス・ガリシア戦が1ラウンドですね。これだけですね、やっぱり。まあ、タイトルマッチじゃないですけれど、はい、この挑戦者決定戦トロイ・ウォータースもこれ1回だったんですね。前回の試合ですね、はい、7ヶ月前の試合であります。フェリックス・トリニダード、久しぶりの自分の国での試合になります。これは気合が入っていますでしょう。まあ、チャンピオンになってですね、最初の頃2ラウンド目によくダウン食って逆転 KO っていうのがありましたけど、はいはい、この頃そういったスイングありませんね。危なげなく勝ってますよね。残り30秒切りました。第1ラウンドです。右打ち下ろしました。まあ、いつものことですけど、パンチはやっぱり、切れてますよ。はい、大きく振っていきました。進入します。振りかぶった感じがあります。第1ラウンド間もなく終了しますが、残り10秒切ります。よくズルは動いています。確かにそうですね。まあ、今のパンチなんか打ち下ろしのパンチちょっと浅いですけど当たってますね。はい、第1ラウンド終えています。1万人を超えています。このルーベン・ロドリゲス・コロシアム IBF 世界ウェルター級タイトルマッチ、オラがチャンピオン、フェリックス・トリニダードが防衛戦を行っています。これちょっと見てください。さっきこれ父親のフェリックス・トリニダードシニアなんですけどね、はい、深呼吸させるのに手を持ち上げてですね、肺を一旦広げるんですね。これそのパパ・トリニダード その独特の方法なんですよね。お父さんが元プロボクサーでありまして、この方から基本を教わっています、トリニダード。
もうプエルトリコでは今ですね、プエルトリコのナチョ・ベルスタインみたいなものです、なるほど。だからカマチョもですね、このフェリックス・トリニダードシニアのところへ、まあ、弟子入りって言いますかね、はいはい、そこで練習し門下に入りましたよね。あ、そうですか。1ラウンド目はですね、私はフェリックス・トリニダードのラウンドの最後にちょっと打ち込んだですね、はい、あの右ストレート、ジャブからの右ですね、あれの有効度を取りますね。10対9です。そうですか、はい。IBF 世界ウェルター級のタイトルマッチです。トリニダードチャンピオンが12度目の防衛戦です。挑戦者はザイールのマヘンギズル、ランキングは2位です。おっと、これもいずれもブックされています。パンチは弾かれています。挑戦者のズル、浜さん、挑戦者の方は第1ラウンド、まあ、3分間見た感じではどういう印象でしょう。一生懸命中心をずらそうとしてますよね。ほうほう、中心というのは、自分の中心線ということですか。 それ一生懸命ずらしてますよね。あ、そうですか。足は動いても中心がずれないと相手から狙いやすいわけですよね。なるほど、そういうところで一生懸命中心をずらしながら、攻めていこうとしてますけど、やっぱりトリニダードのフォームがしっかりしてるんですね、はい、そういった面ではなかなか突破口は開けない状態でいますね。そうですか。ただ挑戦者のズルはその戦法はいいですよ、はい。相手の正面に立つとですね、トリニダードのやはり強いパンチが来ますからね、正面に立つ前としてちょっとサイドに動いてますね。第2ラウンドの半ばです。左ところがトリニダードもですね、そこは相手のサイドステップと平行移動してですね、はい、その相手の相対的な距離変えないようにしてますね、うん、位置関係をですね、はい、左、早い左のストレート、フェリックス・トリニダード。まあ、アマではおよそ60戦戦ったそうですが、17歳でプロに転向してきています。フェリックス・トリニダードは現在25歳、ブロックしています。挑戦者トリニダード、アウト、左引く胸元です。そろそろ手数が徐々に増え始めています。トリニダード、様子見の段階が終わったんでしょうか。まだフラを受けています。左フック、パンチのためが効いて、この辺は左だけを使います。トリニダードです。左を使って体流さないで、パンチを溜めていて、さあ来るんだったらいつでも思い切ったパンチを打てるという状態でいますね。なるほど、左を出しました。残り20秒切ります。挑戦者も頑張ります。じゃあダブル、ダブル、これ見ましても速いですね。スピードありますね、 やっぱりね。パンチ切れてますよ、倒し合いであります。このフェリックス・トニダード、大きく力が入ります。ズル、今日は左がよく出てますけど、はい、その後にボディ、ナイスボディ、ちょっと低いですかね、はい、右ストレート伸びも来ると、ダウン取れる可能性ありますね。ほうほう、第2ラウンドを終えています。大歓声が起き上がりました。今のラウンドはですね、はい、お互い有効なやつです。そしてその構成もお互い、その相手に勝るものはないですよね、はい、防御もお互いそのしっかりしてましたよね、リングジェネラルシップですよ。どっちがペース取ってるかっていうと、やはりボクサータイプのですね、トリニダードの方が取ってたと思いますね、はい、そこで振り分けて、私は10対9でチャンピオン、トリニダードのポイントにします。そうですか。ザイールのキンシャサ出身のマヘンギズ、一方、トリニダード、はい、最後のですね、ボディブローが一発ありましたね。ありましたね、まあ、あれが低くなければですね、あのポイントでもって、あの一発ですけれど、あれ有効だったですから、そこで差がつくこともできますね。さあ、第3ラウンドに入りました。プエルトリコが生みました天才ハードパンチャーと呼ばれています。一面非常にスリリングなボクシングを展開します、フェリックス・トニダード。したがって、まあ、なんと言いましても人気の方はぐんぐん上ってきています。今は、まあ、トリニダードボクシング界におけるヒーローであります。第3ラウンド、おー、ビールストレート、こういうのが飛んできましたね、これが飛んでくると攻撃開始ですね。そうですか、確かに動きも若干ここなしかアグレッシブになっています。左を打ちました、打ちか、また左、ズールも左を出しますが、なんといってもチャンピオンの左が目立ちます。お客さんが立ち上がりを始めました。左を出します、左を出します、いいジャブですよ、パンチの感覚が速くなってきました。また左、爪にかかっています。プレッシャーをかけます。左をどんどん出していくフェリックス・トニダード、久しぶりの祖国での防衛戦、
プエルトリコのバヤモンで行われています。ルーベン・ロドリゲス・コロシアム、1万人を超えています観衆。またティトコールです。この声援に後押しされまして、右のストレート、今度は左出します。7ヶ月ぶりの試合です。前回の挑戦者決定戦、それ以来の試合ということになります。前回が8月に行われました。フェリックス・トリニダード、見た目にはですね、それほどその力込めて打ってないように見えますけれど、体のそのしだいって言いますかね、はい、回転で打ってますからね、なんかこれ当たると きそうですね。これはグローブ、左を出していきます。巧みにブロックしていきます。フェリックス・トリニダード、まあ、高柳さん野球やられてましたから分かると思いますけど、はい、スローイングでも最初から力入れてるとあんまり伸びたボール出ないですよ ね、 そうですね。投げる直前というのは肩楽にしておいて、そこでスナップ効かせるとか、そこでグッと力入れるとフィュンと伸びるボールがいきますね、はい、トリニダードもそうなんですよ。この構えてる時は力入ってないんですよね。パンチ出し始めも力入ってないんです、はい、ところがパンチが伸びる時にグッとウェイトが乗ってきて伸びがあって、そしてフォロースルーが効いてるんですね。まあ、今年結構普段より左フック多めに、あ、うん、左フックいいの入りましたね。左フック多めに打ってますよね、あのトリニダードが、はい、あれはですね、ジムからすると目の前で空振りされるだけで嫌なもんですよ、だからトリニダードとすればあれだけ速いパンチを当たってはないにしても効果的ですね。第3ラウンド終えています。このラウンドもその左手を最後当たりましたね、はい、して左をよく出してましたし、そのフェリックス・トリニダードのポイントですね。10対9です。トリニダードがポイントを重ねています。33戦目になります。もちろん全部勝っています。 28KO 勝ち、全部倒さなかったのは、試合で倒せなかったのが4試合だけです。フェリックス・トリニダード、 IBF の世界ウェルター級のタイトルマッチ、この数々の防衛戦の中におきましても11度防衛しているんですが、倒さなかったのは1人だけ。その前からも KO 勝ちは続いています。トリニダード対マヘンギズル、ご覧のように涼しい目元、涼しい表情を浮かべています。フェリックス・トリニダード第4ラウンドに入ります。 IBF 世界ウェルター級のタイトルマッチです。プエルトリコの国境をあしらいましたこのトランクス、左回りフェリックス・トニダード、先ほど浜さん、はい、第3ラウンドエンジンがかかってきた、それを、ね、象徴するようなパンチが見られたという話がありましたが、第3ラウンドそのまま3分過ぎましたね。まあ過ぎましたけど、プレッシャーは2ラウンド目よりかかってますよ、かかってますね、そして3ラウンド、今4ラウンド目もっと強烈にかけていくんじゃないですか、トニダードエンジンかけました、急激に回転数上げていきますからね、ラウンドごとに、届きそうもないところからパンチどんどん伸びますからね、あのパンチは避けられないなという感じがいつもしますね。ダブルで今日払ってきます。フェリックス・トニダード、なかなかこれだけ見ても破壊力が十分なのが分かります。しなっていきます。倒しやフェリックス・トニダード、今日のトリニダードはもう左の使い方が多いですね。本当にそうですね、右よりも、もう左一本で倒してやろうぐらいのつもりでいるんですかね。ラッキングで一つくぐりました。また左へポンと相手を突き放します。また左、これはブロックしています。また左、左3つ受け出します。スムーズに左が出てますよね。右のストレートで応戦します。ズル、レフック、この右、お客さんも分かっております。ボディーブローました、ボディーブロー、ボディーブローです。その後2発目は顔面に持ってきました。もう1回グローブ、ブロックの上を叩いていきます。フェリックス・トリニダード、あー、ますますやはり高橋さん回転上がってきましたね、エンジンのね、プレッシャーかけてこれからだん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 多めに打ってますよね、まあ、それだから左フックを顔面に振っておいて、そしたら相手に顔面に意識させておいて、このボディに食いつくところなんか、これでだん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 ノックアウトペースですよ。2回左を返していきました。ズルもよく動いていますが、かなりこれプレッシャーかかっています。お客さんの声援に合わせて、おー、痛いよ、グラスだ、グラスいた、顔面捉えました、ダウン、今頭打ちましたね、
倒れた時に頭をきましたね。今左2つで決めましたが、タッチ上がれません、立ち上がれません。左からさらにポーズを置いたの左、これで勝負は決まりました。まだ30秒以上残っています。第4ラウンド、第3ラウンドからエンディング回転数を上げました。第4ラウンドで勝敗は決しました。1番のお客様大喜びです。いや、倒しやその真骨頂最たるものを見せてくれましたフェニックス・トリニダード。しかも93年8月のガルシア戦以来の地元での凱旋勝利。シュガレー・ロビンソンがジン・フルマンをノックアウトしてですね、タイトル取り返したあの左フックあるんですね、カウンターの左フックですけれど、ちょっとそれを彷彿とさせるようなですね、左フックのキレですね。まあ浜田さん、まさにキレなんでしょうね、はい、それほど力強いという感じじゃないんですが、パーンといきますもんね、やっぱり、スピードとタイミングですよね、ちょうどですね、ズムが内に行こうとしたあのモーションに入ろうとしたところですよね。腰を落として踏み込もうと、はい、その矢先ですよね。この辺ちょっと距離をちょっとバックステップして自分の距離にして、はい、そしてここで左フック当ててるんですね。あのままいるとですね、相手のとの距離が詰まってしまいますから、はい、ちょっとバックステップして自分の距離にしといて、それで左フックですね、一発当ててぐらつかせておいて、これですね、すると避けきれないですね。普通パンチ打つ前に読むもんなんですね、次何が来るなと、はい、今日のトリニダードのあの左フックだったら予測つかないですね。4ラウンド2分20秒ですね、ノックアウトですね、 TKO ですね、はい、The winner by way of knockout and still champion Felix Tito Trinidad。 今ジミー・レノン Jr. ノックアウトって言ってますけど、フルカウントしてませんからね、 TKO が正しいと思いますね、はい、ザイールからの挑戦者マヘン・ニズルを倒しまして防衛に成功いたしましたフェリックス・トリニダードです。大歓声です。